お前らが小学生の時、デュエルマスターで使ってた切り札当ててやるよ。後陣の使徒、ムルムル。ああ、お前らどうせブロッカー並べて陰キャ戦法ぶちかましてたんだろ？はよ、ひたすらです。ということで、今回は選手メイン仕様やっていこうと思う。ということで、今回紹介していく選手はこちら。セリエ A 投票ガチャルックマン選手紹介していこうと思う。その名の通り、ルックマン。ルック。俺を見てくれ。承認欲求の塊よ。まさに俺。つまるところ俺とルックマンは最強のペアのわけよ。まるで小学生の男の子たちにドラゴンのキーホルダー。それぐらい相性バッチリよ。はい、ということでここにタレントポイントね、貼っておくんで、ぜひね、チェックしてくれと。さてさて、能力値の紹介をしていこうと思うんだけど、まずこのドリブル数値が93乗ってるところよ。基本的にキタスラが紹介する選手は、ドリブル数値90いってるんで、うん、これは平常運転。で、ちょっと飛ばしてこのスピッシュを見ていくんだけど、90、92と。もうお前らここでね、なんとなくね、分かってきたっしょ。あれ？ルックマン、やばいんじゃねえと。で、ここから戻って見ていくんだけど、決定力79、結構乗っちゃってるのよ。この手のね、爆速ドリブラーって、手当たり次第いろんな女にね、アタックはできるんだけど、決定力、うん、決定打にかけるのよ。つまり、ルックマンはいろんな女性にアタックはできるけども、綺麗な海の見えるレストランで女の子に最後のプロポーズという決定打を持ち合わせたこれ最強スペック男なのよ。で、これ能力値見てって、まあ、めちゃめちゃ強いドリブラーだなって思うじゃん。で、スキルもダブルタッチあったり、あとはルーレットあったりとか。で、足裏コントロール。おー、で、コントロールカーもついてると。うわ、マジ強えじゃんと思った矢先、スーパーサブ、なんじゃこりゃ。これほどのスペックを持って、スーパーサブって、マジでコナミ公式としてもうやっちゃってるよ、これは。今回はルックマンを紹介して、お前らにルックマン、ルックさせて、ルック、ルック、ルックやっていこうと思う。ということで、試合へ、レディゴー。調子を見ていく。なんでさ、もう、のっけから不調はやめて。だからこんな顔になっちゃうのよ。で、相手のスカット見ていこうか。4-1-2の、おー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 、しょっぱなから強いのよ。で、ここメッシさんで、で、オッケーで、サイド逆サイ、見、あ、言ってる、見えてると。中行って、仕掛けよう。行け！ただのミドルシュートよ。ライジングもあるし、中もうやばいね。危ない右足の筋肉マンキック。ここ引っかかるのよ。オッケーオッケー。で、逆で逆。はい、ナイス、ペドリの。パスうまいな。ここで、来た！で、ダブトで。いやー声が弱々しくなっちゃったよ、俺もう。まあまあまあ、見せ場は少なかったけど、1点って。お前、FC コレラ、フューチャーヤンコレルって、お前マジで、曲作って出してくれ。はい、ここで、サイドサイド展開。来た来た！これも独壇場よ。で、この辺で。いけ！よし！で、はい！ね、もう、ほぼ、入ってますがな！何これ、もう、守備強え。中央寄りで、ここで、もう一回背中。来た。いけいけ！はい、いい！この俺、ここで！何そのさ、可愛くコロ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 おむすびじゃねえんだよ、マジで。オッケー、で、ここ、おー、ナイスナイスナイス。ここまで来れば安心でしょ。で、逆って、マジ、完璧すぎる。いけいけいけ！で、集中。止まって。いける。で、はい！これ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 ！見せたかったの！特殊ダブタ？いや、ノー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 ！通常ダブタだからできるこのゲートよ！幅広いやー、ボツになりかけたと思ったら最高にぶちかますの。マジで気持ちいいわ！オッケーで、ここで。いや、もう俺いつも通りの手は逆転か。よし、よし。よしここちょっとは読めませんよね。ここも落ち着いて、空いてるから出してーので、これサイド見ていこう。はいはいはい。あれ、これ、早い、早すぎるあー、ボルトは越したね、これ。ここもいいよ、キープしての、はい、完璧、きた。いや、まだあります。オッケー。で、ここで、いた、つなげ。で、縦。はい、うぅ、つなげ、もういい、いえ、いけ、ルックマンのために、ルックマン、うん、まだある。来た、はい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 、つなぐ、つなぐ、つなぐ。これ24時間テレビに放送した方がいいんじゃね？ここ反転で、オッケーで、もう素早くサイド。素早い動き。これよ。
あ、これ追いつかる。ナイス。やばい、バカだ。来た。相手がドジでよかったー。はあ、気持ちいい。はい、勝ちということで、もう最後ね、ハットトリックできて、マジでよかった。俺の調子がね、悪いだけであって、ルックマン、これだけの才能を秘めている。しかも、今回使ったの前半から、お前らスーパーサブ使ったら、どうなるかは、もう、わかるよな。バイバイ。